はい、酒井養魚場さんのサンケ、サイズ14センチです。お願いします。はい、数少ないですが、サンケを出しました。もう今年の最後のもう締め買いと言ってもいいと思います。もう締め買い池をですね、これで、まあ、もう本当に最後の締め買いなんですけど、ずっとこちらも全日本そして若鯉用にと、仕上げて買ってた鯉なんですけども、もうこれでこのタイミングで最後出します。全てやはり品評会用にとずっと1年間一夏飼ってきた鯉ですので、それなりの素質、それなりのパターン、楽しみな鯉ばかりだと思います。これもですね、夏場炭がなかったんですが、非常に模様が良くですね、いい場所に炭があり、ずっと15分で使えないかというふうに締めておりました。だいぶ、冬後の今水温がですね下がってきて出てきましたので、上手に飼っていただければ、若鯉までには間に合うのかもしれません。そして締め買いですので、60センチぐらいの水槽買いとかでも飼っていただいてもですね、いいんじゃないでしょうかね。丈夫です、いいと思います。はい、でこのここからしっかり出てきましたので、ここの肩の炭がですね出てくればいい子になってくるんじゃないでしょうかね。はい、横です。出ている炭、いい炭でつけております。お腹の方です。はい、小さいのでアップしたいと思います。本当にいい模様です。締め買い締め2歳です。大きくしないように飼っておりました。最後の締め2歳になると思いますのでね、締め2歳探しの方、このチャンスをですねぜひ。この肩に炭が浮くと浮かないかでのこの3件の今後のあれが変わってきますね。はい、一応ここに炭地があるんでね、これが出ると違いますね。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。